怪しい、ポーズが怪しい。ん？どうした？ん？何があったのか？どうしたの？え？何があったの？現場から中継です。え？たった今、VTuber 稲波コロネ容疑者を逮捕するため、警察による家宅捜査が行われました。この付近に住んで、ここに住んでたの？コロネ邸の横に住んでたってこと？え残像で、なんでこんな残像出てんの？びっくりしすぎでしょ。震えてんのかな、びっくりしすぎて。めっちゃ残像出てるけど。びっくりしすぎよ。逮捕？何罪なの？え、何罪？犬神容疑者は動画サイトを通じてこのビルにファンを集め洗脳を行っていたようです。ほう、このビルにファンは…はい。洗脳した信者をコロネスキーと呼び、国家転覆を行ってたとした。大犯罪じゃんこれ。国家転覆って死刑でしょ。おい、国家転覆罪は一番やばいやつじゃん。警察に連行されていきます。重罪すぎる。死刑じゃんこれ。なんかさ、偽札作ってもこれになるよね。でならんかったっけ、確か。あの、なんか国をなんか揺るがす、なんか大変なことをしでかしたみたいな。へえ。いや、これはちょっと、重すぎないか。犬神容疑者が出てきます。え、まさか、本当に。え、出てくんの？悪そうな顔してんな。え、今までコロネ先輩のこんな顔見たことないけどな、私。邪教施設。邪教施設なの。洗脳か。他の女に浮気は許さない。国家転覆の疑い、自称 VTuber。 稲上コロネ容疑者。本当にいたーって、なんかびっくりするとこそこなんだ。まあ確かにな。確かに本当にいたんだって。バーチャルじゃなかったんだってことだもんな。めっちゃ悪そうな顔してんなこれ。めっちゃ悪そうな顔してる。笑っています。とても悪そうな顔しています。笑ってんな。すごいな。やっぱりなんかすぐ出てこれる算段がある顔してるこれ。あ、私は報道を担う者としてインタビューを試みたいと思います。え、でも普通できんくないか。犬神さん、先導していたんですか？国家転覆しようとしていたんですか？悪そうな顔してんなこれ。うわうわうわ。何撮ってるんだよ。こういう時、コロネ先輩なんて言うんだろう、発音どんな風に言うんだろう。これちょっと言ってほしいな。めっちゃ言いそうだけどさ。これちょっと顔いいなこの顔。コロネはいつも皆の心の中にいるでな。いるよ、いる。今ちょっとお休みしてるけど、また帰ってくっからよ。あ、でもこれテレビを、これ報道を通じてちょっと洗脳しようとしてない？またちょっと洗…あ、あ、洗脳ソングが聞こえてきた。からね、からね。この歌なんだよね。
せんのせんのコロネがせんのかわいいコロネがせんのちゅー。あ、言えた。あ、いで誰の手これ、警察の手。あ、しばき揚げパンチングをかぶせあーちょっと首、あ、このまま連れて行かれんの、必ずシャバに帰ってくるってなこのまま連れて行かれんの、ちょ、首、あ、反対になったせんなせんなコロネかせんなかわいいコロネかせんなちゅー怖い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 、これの自ら首曲げに行ってんじゃんこれ。あ、連れてかれた。ああちょっとリミックスになってんじゃん、ゆっくりになってる。洗脳ソングあれじゃん、洗脳ソングフューチャリング警視庁みたいになってるぜゆっくりになってる。洗脳コロネが洗脳、あーわー、めっちゃ振り向いてるすごいな、でもただではあれなんだな、ただでは捕まらんな、ずっと洗脳しようとしてる容赦ないな、この警察の人あー、ちょちょちょ、ボキボキさ、ボキボキしてる、ちょ、やめなさい主人公はなんでこのポーズなんだ、ずっと。あ、連れてかれた